組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。ああ、確かにそうだ。<笑>その言葉待ってたぜ。何？ てめえ、兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、 こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。 もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやるよ。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。 どこから？何があった？この野郎！
Okay.